ウィングフットエアエクスプレス墜落事故は、1919年7月21日、アメリカ合衆国のシカゴ上空で飛行船が火災を発生して墜落した事故で、乗員1人と乗客2人と派遣が墜落した銀行の従業員の10人が死亡し、27人が負傷を負った事故である。ウィングフットエアエクスプレスは、グッドイヤーの所有する飛行船で、シカゴ市内のグラントパークから、 ホワイトシティ遊園地に乗客を運んでいた。1919年7月21日午後4時55分頃、乗員3人と乗客2名が搭乗した飛行船は、シカゴ上空、高度1200フィートで火災を起こした。乗員3人はパラシュートで脱出し、パイロットと機関士1名は無事であったが、機関士1名はパラシュートに火が移り死亡した。 乗客のホワイトシティ遊園地の広報会社の社員は脱出できず死亡し、シカゴヘラルドイグザミナーのカメラマンはパラシュートで脱出したが、両足を骨折し、後に病院で死亡した。破片の落下で従業員が死傷したイリノイトラスト貯蓄銀行シカゴのジャクソン通りとラザール通りに面したイリノイトラスト貯蓄銀行ビルでは、 大きい天窓のあるメインホール付近に150人の従業員が働いており、炎上した飛行船の破片が天窓を破って落下し、10人の死者と27人の負傷者が出たと報じられた。この事故によってシカゴは、市の上空の飛行規則を整備し、グラントパークの滑走路が廃止され、シカゴやパークが作られることになった。エレン・オブライエン、1919、ジュライ21 ディリッチブルクラッシュ。デスズ、ディスターバンセズ、ディザスターズ、アンドディスオーダーズインシカゴ、シカゴパブリックライブラリー。2006年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年8月27日閲覧。ザ・グレート・トラジェディ、ザ・コラムス・オブ・ザ・イリノイ・トラスト・アンド・セイビングス・バンク、シカゴ、スペシャル、メモリアル・イシュー、3。 オリジナルの2006年6月20日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20060620205331/http:/www.chipublib.org/004chic/the s t a r s t e x t v a r o o n s a n d h t m l ワイルドプレイン、タイム、http コロンスラッシュスラッシュ www.time.com スラッシュタイムスラッシュマガジンスラッシュアーティクルスラッシュ 0917174599100HTML ハットゲイリークリストシティーオブスコウンドレルズザ12デイズオブディザスターザットゲイブバース2モダンシカゴニューヨーククラウンパブリッシャー ピアニッシモ、14、ISBN9780307454294、11キルド、27ハートイングレージングブリンプ、S ォーリンシカゴ、ニューヨークタイムズ ht t p、http コロンスラッシュスラッシュクエリー n y t i m e s ドットコムスラッシュ mem スラッシュ archiv-free スラッシュ pdfr イコール 1& レスイコール990で 0DC1638E13ABC4A51DFB16 億6838万 2609A でありがとうございます。